いただきました。誰が戦いますか。我々はゼロの、ゼロの、ゼロの。
私は今リー・コンティ財務大臣会議出席のためモスクワにいます。残念ながら秋葉原に皆さんに直接お願いすることができません。それでメッセージを寄せさせていただきました。昨年皆さんのおかげで政権奪還を果たすことができました。しかし政権奪還は単なる手段です。政権を安定させ、もっと日本の経済をさらなる成長へ導いていくことなんです。麻生太郎は安倍総裁とともにその道を突き進んでいきます。どうか皆さんからも引き続き大きなご支援を賜りますようよろしくお願いします。日本を取り戻す、頑張ります。